よし、できた。それでは、なおの紙芝居、始まり始まり。あるところに悩める子がいました。乾かした時から広がっちゃって全体的にパサパサ。外に出たらもっと乾燥しちゃった。見ただけでも乾燥してるってわかるの。それって全部髪の歪みが原因かも。髪自体が歪んでいるとパサつきやすく広がりやすくなっちゃうんだって。そうなの？ディアボーテで歪みケア試してみて。ありがとう。アットコスメ第1位のディアボーテひまわり。夢中になれる明日クラシエ。よし、できた。それでは、なおの紙芝居、始まり始まり。あるところに悩める子がいました。もう起きた時から髪がうねってて大変。ブラシも手ぐしも通らないの。ミーティング中にふと自分見たら衝撃。朝完璧にしたはずなのにすごく髪が崩れてたの。それって全部髪の歪みが原因かも。髪自体が歪んでいるとうねりや癖が出やすくなっちゃうんだって。そうなの？ディアボーテで歪みケア試してみて。ありがとう。歪みケアのディアボーテひまわり。夢中になれる明日クラシエ。はい、よーい、はい。なおの紙芝居で始まり始まりからこっちに出演をやってもいいのかな。始まり始まり、うんうん、手かけるぐらいあった方がいい。そうですね、うん、はい、よー、はい。それではなおの紙芝居始まり始まり。ディアボーテの歪みケア試してみて。商品買ったありがとうって紙芝居の女の子に語りかける感じですけど。はい、カット。素敵です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あるところに悩める子がいました。もう起きた時から髪がうねってて大変。乾かした時から広がっちゃって全体的にパサパサ。よし、できた。どうですか？はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね、最初はなかなか書いてるところを撮っていただくことはないので緊張したんですけど、書き始めると楽しくなってあっという間に撮影が終わってました。実際に絵を描いてるところを撮っていただくっていうのは初めてです。映画を見てその映画の中で自分の中で残ったシーンだったりとか、かっこいいなと思ったシーンとか、印象的だったものとかを
組み合わせて書いたりとかすることも結構あるんですけど、やっぱり自分の中で何か残ったものっていうのをとどめときたくて、風景だったりとか人だったりっていうのをお家に帰って書くことが多いですね。なんで友達だと、同業者の友達とかだと本当に雑誌とかですごいその子が可愛く写ってる写真とかを見つけるとつい書いちゃったりとかっていうのは結構あります。あーでも結構書く時と書かない時とちょっとこうその時によって違うんですけど、地方に行った時とかホテルでずっと一回ホテルに戻ったら1日に1枚ちょっとその日の本当に絵日記じゃないですけどメモ帳に書いたりとか、あとお休みの日にちょっと色もつけて完成させて絵を描いたりとか、頻度っていうとどれぐらいなのになるのかわからないんですけど、でも日常の中に何かこうイラストを描くっていうこととか、あと仲いいお友達の絵を描いたりとかっていうのは日常の中にすごく自分の中では自然と溶け込んでる趣味です。松本ほのかちゃんが仲良くしてくれてて、ほのかちゃん、松本さんが私が描いた松本さんの似顔絵をずっとSNS メッセージのアイコンにしてくれてて、結構長いことずっとそれにしてくれてるので、それはすごく描いてよかったなって嬉しいです。描いてみたいのは何かちょっとなんだろうな、芸人さんの似顔絵を描いてらっしゃる方の SNS をよく見てて、やっぱり芸人さんって衣装もそうですけどすごくこう特徴ある方が多いので描いてみたいなっていうのは、以前共演させていただいたかまいたちさんとかなんか描いてみたいなって思ってます。あ、そうですね、今回監督からお話があって、このひまわりのコマーシャルの中でいつも出てくるなおのちょっとこう妹のようなキャラクターを描けるといいかなっていうお話があったので、そこは自分の中で少しその監督のお話を聞いて、あ、それだったら少しちょっと幼くしてみようかなと今日思いついて描きました。髪の毛っていうのは大事に描きたいなっていう、ちょっと私の中ではちょっと髪の毛を描くっていうのがすごく得意な方ではないんですけど、今回ちょっと頑張って、はい、描きたいなと描いてみました。私はパサつきが結構悩みで、というのもやっぱり撮影でアイロンとかを当てていただくことが多くて、そうすると髪は可愛くアレンジしていただけるんですけど、なかなか髪の毛の負担が毎日かかっている状態なので、髪自体はケアしないとどんどんパサついていってしまうことが多くて、そこは自分の中でもちょっと悩みなので意識するようにしてトリートメントをしたりしながら、はい、予防をしています。昨日もひまわりのヘアマスクをして、よりその商品が 100% の力でお家でも使えるようにっていうのを調べて最近は使うようにしてます。ありがとうございました。